なんかプレーオフに向けてとかいっぱい準備してはいるんですけど、それよりもこのメンバーでバスケできるのがもう長くてもあと3節っていうのが寂しいなって気持ちで毎日練習してます。それが緊張とか、やる気に満ち溢れてるとかよりも勝ってるかなと思います。1年間やってきてみんな、どのチームにいた時も仲良かったし、いい人たちだなと思ってたんですけど、こんだけやっぱみんながチームを良くしようとしていいバスケをしようとしてやってるグループってのは珍しくて、遠山さんがそういうチームを作っていこうっていうのでやってたから、みんながそれに従ってこういう時はこういうふうに対処するっていうやり方を取ってきて、それが身になってきているところだ、最中だと思うので、なんか報われたいなじゃないですけど、これやってきたことが正しかったっていうのを証明したいなっていう気持ちが強いです。自分自身今年から熊本に来て、今までのボルターズっていうのをそこまで知らないし、今までギリギリ B1 行けなかったっていうのもあって、そのために頑張ろうっていうわけでは正直ないんですけど、でもブースターの人たちは今年10周年で長いことずっと応援してきてる人がいるし、選手は変わってもずっとチームを応援し続けてくれた人たちが多いと思うので、ボルターズレッド、こうやって最後のホームゲームであれだけの声援を聞いたからには、もうこれはボルターズレッドを B1 の舞台でやってほしいというか、やるためには僕たちは勝たなきゃいけないので、もう正真正銘日本一のブースターだっていうのをB リーグというか日本のバスケ界に見せるためにも、ちゃんと勝って、B1 の舞台に行って、その場をみんなで楽しみたいと思います。